皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。高校受験対策中学英語基礎ミニテスト、今回は英文が日本語の意味になるように空所に単語を書きましょう、こういう問題です。1番、もしあなたが暇なら私を手伝ってください。最初は空欄があって You are free Please help me、 こうなっていますね。空欄で You are free Please help me、 もしという意味の単語が入ります。2番、暑かったのでケンは窓を開けました。英文は Ken opened the window、 空欄で It was hot、まずケンが窓を開けた、なぜなら暑かったからと、こんな風に並びます。3番、私たちはその家にベンと名前を付けました。 We で空欄で The dog Ben、 ここに名前を付けるという単語が入ります。4番、これは日本製の車です。 This is a car、 空欄で In Japan、 空欄には何が入るでしょうかと。皆さんは一度ここで動画を止めて空欄に入る単語を考えてみてください。そして答えが分かったらもう一度動画を再生して正解を確認しましょう。正解はこうなります。1番、もしあなたが暇なら手伝ってください。 If you are free, please help me. If you are free, please help me。もしというのは if でしたね。もし何々だったら if 何々とこういうふうに始まりました。2番、暑かったのでケンは窓を開けました。 Ken opened the window because it was hot。 Ken opened the window because it was hot。 Ken が窓を開けた、なぜなら because が来て it was hot、 で暑かったからと。理由を述べるとき because、この単語を使いましたね。3番、私たちはその犬にベンと名前を付けました。 We named the dog Ben。 We named the dog Ben。 Name、 これ D をつけて格言して named にします。 Name にはね、名前という名詞の意味と名前を付けるという動詞、これもあるんですね。こちらで名前を付けるの動詞ね、過去なので過去形にしてあります。4番、これは日本製の車です。This is a car made in Japan. This is a car made in Japan. Made in Japan. 日本製という意味でしたね。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。